生信女被護祭の遺婚性信女被護祭は、聖教会で祝われる祭りの一つであり、日本聖教会で用いられる訳語である。生信女は、日本聖教会で最も頻繁に用いられる聖母、マリアの称号であり、しばしば、生仮名城マリアという呼称が用いられる。ユリウス歴を採用する聖教会では、現行の暦上の10月14日に祝われ、 グレゴリオ歴に近い修正ユリウス歴を使用する、聖教会では、現行の小読み上の10月1日に祝われる。日本聖教会では、現行の小読み上の10月14日に祝われている。生新女非合祭の由来については、不明な部分が多く、伝承も複数残されている。現代の聖教会においては、いずれの伝承が正しいのかどうかという問題を、 論じるよりも、生信者の神への天達としての祈りと、その日を記憶する祭りとして位置づける方に重点が置かれている。10世紀、東ローマ帝国は、イスラーム諸国により度重なる侵略を受けており、コンスタンティノポリスもまた幾度も攻撃を受けていた。903年、コンスタンティノポリスの一地区にあるブラヘルネで、生信者に捧げられた聖堂において、要強者制。 アンドレーと、その弟子エピファニーが祈っている時に、生神民女マリアが所天使、使徒、諸聖人、諸予言者と共に空中に現れたのを二人が目撃したという。この時生信女は、全世界が救われるように神に祈り、祈っている信徒たちを、重惚ルを捧げておったと伝えられている。この奇跡が二人に現れたことが町に伝えられ、勇気づけられた人々の戦いによって、 イスラーム軍は退却したという。この奇跡を記念するのが生新女被護祭である。別の伝承による由来としては10世紀頃のイスラームによる侵略に対する守りとしての奇跡ではなく9世紀頃にルーシからコンスタンティノポリスへ行われた侵略に対して会場にいたルーシの艦隊が壊滅した奇跡が示されたというものがある。セネストルによる年代記には 陽求者性アンドレートその弟子エピファニーにまつわる記述はない。生新女非合祭の遺憾には、陽求者性アンドレートその弟子エピファニーが、オモホルを掲げる、聖神女と諸星人を空中に目撃したという、伝承と生新女のもとに、聖火作者性ロマンが描かれることが多い。聖火作者性ロマンは6世紀初頭に永民しており、 生新女被護祭にまつわるいずれの伝承とも時代は重ならないが記憶日が同日であるためにこのイコンの中に描かれることとなった。伝承の一つにルーシからのコンスタンティノポリス侵略を示唆するものが含まれているにもかかわらずどういうわけか皮肉なことにこの祭りは現代においてギリシャ系の聖教会よりもスラブ系の聖教会で盛んに祝われている。 ロシア正教会を母教会とするアメリカ正教会と日本正教会でも同様に盛んに言われる祭りの一つとなっている。これらの教会では全般の祈りには大祭や手術と同様の形式である徹夜等を一般に当てることにもこの祭りが大きな祭りとして位置づけられていることが示されている。正教会では聖堂にハリストス、聖人、祭日、 聖書中の事件等を記憶して名を付ける。生新女飛行祭は、こうした聖堂の命名の祭りにも多く用いられる。著名な聖堂の中にこの名を有する者も少なくない。聖、ワシリー大聖堂中世以降の伝承の記述であり、現代の聖教会にも関わる地名なので、古典再建を見読みのブラヘル内ではなく、現代読みの転写を採用した。ありがとうございます。